カルカフェ。ミュージカルカフェようこそ。はい、今日は番外編の番外編。もうそろそろ、今週から、ね、長靴を履いた猫、はい、オズメイと公演が始まります。そうです、はい、久々ですよね。そうです、めっちゃ久々です。ちょっと劇団ね、皆さんすごい大変な人たちも多分いたと思うんですよね、このコロナの中で。まだ終わってませんけど、やっぱ一旦ちょっと今落ち着いてる感じの中で、やっと公演が行えるっていうことで、やっぱりもううちのオズメイもめっちゃ大変だったんですよね。もうやっぱりなんかもうね、やっぱり今まですごい頑張って一緒にやってきたメンバーがやっぱりコロナの鬱に巻かれて、やっぱり生活もあるしありますからね。でそれでやっぱりね、劇団活動を続けていかれへんくなってしまって、なんか辞めてしまっちゃった人たちが結構いますよね。なんかね、公演もこう稽古してもなかなかね、本番を迎えられず、めちゃめちゃ大打撃でした、ね。そうですね。で、実は来年2月にニューヨークで公演した大山鬼伝説っていうミュージカルを、はい、やっとこのサンバササイモーズシアターで上演しようと思って、今ちょっとずつ準備を進め始めて。それでコロナの前ですね。そうなんですよ。さあ上演できるかな。で、みんなめっちゃ稽古してて、でみんな通し稽古まで行けとって、でさあっていう感じに なってる時にコロナになって、ここにやってくるなって思って、でそこから離れるように人がやめていって、もう実はオズメイトも存続の危機でしたね、本当に。でやっぱり残されたメンバーもめっちゃいい状態で稽古してるわけじゃないし、やっぱり気持ちがこうね、いろんなリモートでね、そうやったりも、ね、友達とこうなんか劇団とこうそんな密に話することもできる、ね、そうね、だからやっぱり稽古やったらみんな終わってからちょっとお茶したりとかしてこう喋ったりとかね、なんか私はあんまりしないけど劇団員同士はみんなやっぱりそういうのもしてたと思うんですけど、なんかそこでね、次への稽古へのエネルギーを蓄えるみたいな、なんかそんなも全然できなくなって、でもこのコロナで大変な時をちょっと頑張って乗り越えて、頑張って稽古して、ね、続けて不安な気持ちをこうずっと抱えつつ、それに負けじと、頑張ってた劇団員が新しくね、またありがたいことにこの時期にまだいろんなことを多分考えた若者たちが入団してくれて、ね、そう、新しい風がこう吹き込んでくれたのと、やっぱり中劇団の中堅やったメンバーが、やっぱりその上のメンバーがどんどん抜けてしまった中で、じゃあもう私たちが頑張らねばとちょっと頑張り始めて、ちょっと気合が変わっていってっていうところは、まあ本当にね、それがあったればこそやっと今回本番が迎えられる感じになりました。でね、うちのこのヨンちゃん韓国人のヨンちゃんがいるんですけど、ヨンちゃんとかもね、やっぱり日本語すごいペラペラですごいけど、やっぱりね、日本語のねセリフを言うとやっぱりね、こうイントネーションが気になったりとかしているので、ただなんかやっぱりね、感情豊かに演じ始めるとね、なんかイントネーションなんか別にどうでもいいやんって気になってくるから、なんかそういう風にこう見えてくるんですよね。だからこれが私らがニューヨークで公演した時にやっぱり言葉なんかもういいやんっていう状態に入ってくるのを、なんか彼女一人ね、その韓国人のユンちゃんがいることで、やっぱり私たちもその辺すごくこうね、思い暑いですからね。暑いからね、ヨンちゃんね。はい。で、ヨンちゃんが今回は、マツンがずっとやってきてるシャルルの役を、マツン。はい。全部4公演出ることになって、まあ、そしてヨンちゃんの相方であるミヤギンが、今回、初主役、うん、そして、今まで、ね、ホームページ作ったり、チラシね、もうね、チラシあったり、もうそこはちょっとはもうプロやん、プロどころちゃうやん、なんか、うちはそのね、そのキウタンのその力で劇団ね、すごい底上げされてるホームページでおかげで何人の人がね、ホームページだったりチラシだったり、毎回すごくクオリティの高い才能のある劇団員がおりまして、で、まあ、彼女はやっぱり役者としてのね色がすごくあったので、今回本当に初主役で
ね、カホさんがずっとやってきたこの長靴を履いた猫主役のペロの役を今回演じることになっています。でまたあのイリーゼ姫には、今までずっと頑張って、まあ、でもね一番初代じゃないね、2代目イリーゼ姫になるあの青いひなたがやっぱりもうとてもハートフルなうちの劇団の主軸なので、まあ、すごくハードフルにやってくれて、そして彼女を見習って、うん、今度新人のまゆゆが、はい、まゆゆが、まゆがね、ね、青井ひなた先輩をこう見て勉強して、私はどうしたらなれるのかを考えながら、あの基礎トレーニングを積んできたみたいな感じなんで、やっぱりみんなすごいあの、まあ、うちの場合は本当にハートフルミュージカルってもうめっちゃハートフルなもんなん でそのパワーを感じてもらってのはこの舞台なんで、ミュージカルってうちらは小綺麗なミュージカルやってないので、本当にそのお客さんがミュージカルをやってパワーがこう感じられるようななんか感じられるようなものをあのやりたいので、となるといつも私が YouTube で発信してるみたいな、もうトレーニング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 ですから、もうひたすらトレーニングを積んでいるわけなので、まあそれの成果がこの中堅から若手にかけて、まあもちろんベテランのキュータンたちもここであのそうシルキーにはあの遥かすごく成長を遂げているところなので、今回は今回あのずっとヒグさんがやってたシルキー役を、ダブルキャストで、こちらも、2人で切磋琢磨してあのなんかあの競い競いやってっていう、うん、感じですね。そうです。ほんでそして、シルキー あのちょっと手下にあたる雇用生が、リルとルルっていうのが出てくるんですが、そこにもうミフカはねもうだいぶ中堅になってきてるミフカ、あの、まあ、超ハートフルなのでハートフルなのでシャイちゃんなのでね、でもすごいあの毎回毎回稽古であの1回ずつあのめっちゃ根性、ね、身近なそうそう根性で稽古してくるんで、あのすごい今伸び盛りだと思います。そしてあとの残り3名はもうほんまに新人です。もう超新人なんですけど、超新人めっちゃポジティブにあの頑張って、なんか頭のいい子たちばっかりなのであの容量がいいです、ね、そう容量というか頭がいいね、うん、だから私が言ってる技術をちゃんと頭で理解して、まあ、それをこう細かく稽古をあのしてこれたメンバーだと思うので、はい、もうそのみんなの、それ6人しかキャスト出てこないんで、この作品6人があの約1時間ずっとほぼ出ずっぱりでやっていくわけなので、ほんでなんかお客さんの中では子ども向けなんかなって思われる方もいると思うんですけど、いや大人の人の方が実は泣くよね。ね、お客さんもね、子供、お子さんよりも大人の方の方が、うん、そうですね、男性の方一人で来られる方もあの結構いらっしゃったりとか、うんうん、あのチケットね予約していただいてます、うん、であのまだチケット予約しているの予約受付なのでだいぶ回ってきてるので、あの皆さんぜひお早めにあのまだ間に合いますの でこの丹波篠山だいぶね秋の空気、秋太りまして冬ですよね、めっちゃ寒い寒いですね。で気が付いたら横の木も秋なってるみたいになって、あのねススキやんススキみたいないつの間にか風景変わってるわみたいな感じなんですけど、まあそれはそれで秋の風景ね、笹山もっと素敵なんです、冬みたいやけど秋すごいね、あのいい感じの笹山なんで、ね、シーズンもそろそろ、はい、本番中はあのカフェも営業して、あの、はい、あのこちらは今回はキャストとして出ないので、はいはい、ただそのあのこの大洲シアターの公演もあってすぐ学校公演入ってて、中学の豊岡の中学の方に学校にね長靴履いて猫行くん でそれはキャストで出るのでちょっと大忙しなんですけど、はい、もうみんな一丸となって長靴やってきたんで、あのね皆さん絶対楽しんでもらえる作品になってると思うんで、皆さんぜひあの、はい、来ていただけたらな、はい、笹山にって思います。はい、そして2月には、大山鬼伝説、ね、はい、はい、何の役ですか。伊吹丸でそのままやね。伊吹丸の茨城童子。茨城童子ですね。はい。そのね鬼の人間が鬼に。ニューヨーク公演の後、関西でやるのは初めてになるんですよね。ニューヨーク公演の時なんて言われた？え？ヒロは。何て言われた？ヒロ松本。ヒロ松本はみたいな、ほんまにめっちゃ大絶賛。レビューの中も大絶賛していただきました。英語でね。はい。てかそれをあの今回。
だいよいよやっと2月に無知だけ、そしてね、これ もう第6波が来ないことを祈るばかりです、はい、来てもできる、来てもやるで来てもやるで、もうね、進んでるし、ワクチンとか、はい、もう頑張りましょう、はいはい、皆さんも私たちの劇団も本当にいろいろコロナの中でいろいろありましたが、皆さんもきっと本当にもういっぱいあったと思うので、もうでもメンタルがね、そうね、でもそういうやられてやられて、その中でね、やっぱり舞台をこんなになってましたけどねまあでもだんだんちょっとずつこう起きてきてる感じなんで、もうみんな一緒に起きましょう、頑張って起きるためにはやっぱりこうミュージカル見て元気になってもらいたいなと思いますので、皆さんぜひ頼ませて、はい、まずは選挙ね、はい、選挙もね行きましょう、選挙は行こう、選挙は行こう、はい、です、皆さんで日本を変える、はい、頑張りましょう、はい、はい、それでは皆さん公演ぜひ多分笹山、はい、シアターにお越しくださいね、はいはい、はい、それではまた、あ、ミュージカルカフェの方もまたあの番外編、あ、はい、100周年のチケット取れないんで困ってます、もうどないしょうみたいななんか感じになってますが、翔ちゃんとイキちゃんの出てるやつが見たいくてでもめっちゃ全部売り切れてて、もいやでもどうしたらいいのってなってるんですけど、東京まで行こうかなってちょっともくろんでるんですけど、はい、ちょっと考え中です、はいはい、皆さんチケット取れましたか、いいないいな私も力をもらいに行きたいと思います、頑張ってなんか考えような、はいそれではまた、ミュージカルカフェにお越しください。こら、ミュージカルカフェ。